ダニエル書第11章。私はまたメデア人ダリオスの元年に立って彼を強め、彼を力づけたことがあります。私は今あなたに真理を示そう。見よ、ペルシャになお三人の王が起こるでしょう。その第四のものは他のすべてのものに勝って富、その富によって強くなったとき、彼はすべてのものを動員してギリシャの国を攻めます。また一人の勇ましい王が起こり、大いなる権力を持って世を治め、その意のままにことをなすでしょう。彼が強くなったとき、その国は破られ、天の四方に分かたれます。それは彼の子孫に帰せず、また彼が治めたほどの権力もなく、彼の国は抜き取られて、これら以外の者どもに帰するでしょう。南の王は強くなります。しかしその将軍の一人が彼に勝って強くなり、権力を振るいます。その権力は大いなる権力です。年を経て後、彼らは縁組をなし、南の王の娘が北の王に来て和親を図ります。しかしその女はその腕の力を保つことができず、またその王もその子も立つことができません。その女とその従者とその子およびその女を得た者とは渡されるでしょう。その頃、この女の根から一つの芽が起こって彼に代わり、北の王の軍勢に向かってきて、その城に討ち入り、これを攻めて勝つでしょう。彼はまた彼らの神々、鋳造および金銀の貴重な器物をエジプトに携え去り、そして数年の間北の王を討つことを控えます。その後、北の王は南の王の国に討ち入るが、自分の国に帰るでしょう。その子らはまた奮撃して、あまたの大軍を集め進んでいって、みなぎりあふれ通り過ぎるが、また行ってその城にまで攻め寄せるでしょう。そこで南の王は大いに怒り、出てきて北の王と戦います。彼は大軍を起こすけれども、その軍は相手の手に渡されるでしょう。彼がその軍を打ち破った時、その心は高ぶり、数万人を倒します。しかし勝つことはありません。それは北の王がまた初めよりも大いなる軍を起こし、数年の後大いなる軍勢と多くの軍需品等を持って攻めてくるからです。その頃、多くの者が怒って南の王に敵します。またあなたの民のうちの荒くれ者が自ら高ぶってことをなし、幻を成就しようとするが失敗するでしょう。こうして北の王が来て類を築き、堅固な町を取るが、南の王の力はこれに立ち向かうことができず、またその襟抜きの民もこれに立ち向かう力がありません。これに攻めてくる者はその心のままにことをなし、その前に立ち向かうことのできるものはなく、彼は麗しい地に立ち、その地は全く彼のために荒らされます。彼は全国の力を持って討ち入ろうとその顔を向けるが、相手と仲直りをし、その娘を与えてその国を取ろうとします。しかしそのことはならず、まだ彼の利益にはならないでしょう。その後、彼は顔を海沿いの国々に向けて、その多くのものを取ります。しかし一人の大将があって、彼が与えた恥辱を注ぎ、その恥辱を彼の上に返します。こうして彼はその顔を自分の国の要害に向けるが、彼はつまずき倒れて消え失せるでしょう。彼に代わって起こる者は栄光の国に人を使わして袖を取り立てさせるでしょう。しかし彼は怒りにも戦いにもよらず、数日のうちに滅ぼされます。彼に代わって怒る者は卑しむべきものであって、
彼には王の尊厳が与えられず、彼は不意に来て高原を持って国を得るでしょう。洪水のような軍勢は彼の前に押し流されて破られ、契約の君たる者もまた破られるでしょう。彼はこれと同盟を結んで後、偽りの行いをなし、わずかな民をもって強くなり、不意にその州の最も肥えたところに攻め入り、その父もその父の父もしなかったことを行い、その奪ったもの、かすめたもの及び財宝を人々の中に散らすでしょう。彼はまた計略を巡らして堅固な城を攻めるが、ただしそれは時の至るまでです。彼はその勢力と勇気とを振り起こし、大軍を率いて南の王を攻めます。南の王もまた自ら振るい、はなはだ大いなる強力な軍勢を持って戦います。しかし彼に対して陰謀を巡らす者があるので、これに立ち向かうことができません。すなわち彼の食物を食べる者たちが彼を滅ぼします。そしてその軍勢は押し流されて、多くの者が倒れ死ぬでしょう。この二人の王は害を与えようと心に計り、一つ食卓に共に食して偽りを語るが、それは成功しません。終わりはなお定まった時の車で来ないからです。彼は大いなる財宝を持って自分の国に帰るでしょう。しかし彼の心は聖なる契約に背き、欲しいままにことをなして自分の国に帰ります。定まった時になって彼はまた南に打ち入ります。しかしこの時は前の時のようではありません。それはキッテムの船が彼に立ち向かってくるので、彼は脅かされて帰り、聖なる契約に対して憤り、ことを行うでしょう。彼は帰って行って聖なる契約を捨てる者を顧み用いるでしょう。彼から軍勢が起こって神殿と城郭を汚し、ジョークの犯罪を取り除き、荒らす憎むべき者を立てるでしょう。彼は契約を破る者どもを公言をもってそそのかし背かせるが、自分の神を知る民は固く立ってことを行います。民のうちの賢い人々は多くの人を悟りに至らせます。それでも彼らはしばらくの間刃にかかり、火に焼かれ、捕らわれ、かすめられなどして倒れます。その倒れる時、彼らは少しの助けを得ます。また多くの人が公言をもって彼らに組みするでしょう。また賢い者のうちのある者は終わりの時まで自分を練り、清め、白くするために倒れるでしょう。終わりはなお定まった時の来るまで来ないからです。この王はその心のままにことを行い、すべての神を超えて自分を高くし、自分を大いにし、神々の神たる者に向かって驚くべきことを語り、憤りの止む時まで栄えるでしょう。これは定められたことが成就するからです。彼はその先祖の神々を顧みず、また婦人の好む者もいかなる神をも顧みないでしょう。彼はすべてに勝って自分を大いなるものとするからです。彼はこれらのものの代わりに要害の神をあがめ、金銀宝石および宝物を持って、その先祖たちの知らなかった神をあがめ、異邦の神の助けによって最も強固な城に向かってことをなすでしょう。そして彼を認める者には栄誉を増し与え、これに多くの人を治めさせ、賞与として土地を分け与えるでしょう。終わりの時になって南の王は彼と戦います。北の王は戦車と騎兵と多くの船を持って、つむじ風のように彼を攻め、国々に入っていってみなぎりあふれ通り過ぎるでしょう。彼はまた麗しい国に入ります。また彼によって多くの者が滅ぼされます。しかしエドム、モアブ、アンモン人らのうちの主な者は
彼の手から救われましょう。彼は国々にその手を伸ばし、エジプトの地も免れません。彼は金銀の財宝とエジプトのすべての宝物を支配し、リビア人、エチオピア人は彼の後に従います。しかし東と北からの知らせが彼を驚かし、彼は多くの人を滅ぼしたやそうと大いなる怒りを持って出て行きます。彼は海と麗しい星山との間に天幕の宮殿を設けるでしょう。しかし彼はついにその終わりに至り、彼を助ける者はないでしょう。